皆さん、こんにちは。レナです。今日はチーズフォンデュを作りたいと思います。タカ、チーズフォンデュは日本にもあったりするよね。日本のレストランでは食べるけど、家ではあんまり作らないかもしれないそうだね。もともとスイスの料理で、ドイツとかでもよく食べられている。特に冬になんかあったかいから食べたくなる。パパはめちゃめちゃめちゃ美味しいチーズフォンデュのレシピがあって、それは今から作りたいと思います。なんかすごいチーズを砕いてますけど。そう、 800g ぐらいのチーズを今こう小さくして、ママ、was machst du? Ich mache Guacamole. Guacamole. Und Salat. Guacamole とサラダも作ってます。それは別にチーズフォンデュと関係ない。関係ありません。見てこのすごい昔ながらのレシピな感じはするでしょ。ちなみにチーズフォンデュはホワイトワイン、ニンニクとチーズとちょっとだけ生クリームとかバターとか入れたりするみたいな、すごいシンプルなレシピだけど、めっちゃ美味しい。このレシピは何？パパのレシピってこと？あ、料理本？ドイツで言う料理本だけど、なんかすっごい昔じゃない？何年？1969年の料理本ですすごいね。ワカモレも美味しそうだよね、こっち。ちなみにワカモレってなんか聞いたことあるけど、どうやって食べるんだっけ？これ、あのアボカドのこうペーストしたやつ に、うん、玉ねぎを入れて塩コショウ、うん、でそれをパンと一緒に食べるのがめっちゃ美味しいから。あ、バケットに乗っけて食べるってこと？そう、チーズフォンデュもめっちゃバケットで食べるでしょ、うん、だからそのバケットにちょっと味がくどくなったらママが待ってるくどくなったらアボカドで食べると美味しい。なるほど。お、パパが今度はチーズを。Nein, Papa, nein, das ist nicht so viel. Alles gut. なんかさっきからレナさんがチーズを食べてますけど、そこにこぼれたチーズを。今ワインを2カップ分入れてる。目分量だよ、タカちゃん、目分量。あ、レナさん得意のレナさん得意じゃなくて、レナ家得意だったんだねそうだよ、みんな目分量だね。これが昔ながらのドイツ流のテーブルストーブだよ。おお、この上でやるんだね、チーズフォンデュ。こんな感じで。うわ、白ワインが煮立ってきた、ちょっと。バゲットが1個、フランスパンかな。はい、うわ、すごっ。もっともっと。今白ワインにニンニクが入りました。日本のチーズフォンデュもニンニク入れてんのかな、全く分かんないけど。私も分かんない、あんまり考えたことなかった。これは一口サイズかな。はい、続々とパンが。いいこと思いつきました。何を？何を？餅フォンデュ。チーズ？やだもん。餅フォンデュできますよ、社長。日本から持ってきたから。余った餅。蜂蜜みたいだな。何が？え、油。え、そうなの？チーズフォンデュの土台、スタンドを準備してます。そう、ich habe jetzt ein Baguette geschnitten。チーズ投入していきます。わ、すっごいいい匂いする。オニオンが入ってるからかもしれないけど、すごいいい匂いする。ガーリックだよ。うん、どんどんチーズを入れておきます。うわ、うまそうな匂い。
パパ職人みたいだね。ここでバター投入でございます。わ、しかもまあまあ入れるね、バター。クリーミーにするために、あと生クリームも入る、でもうちょっとお酒が入る。すごいね、生クリーム。のんのんのん。レナさん仕事してないね。のん、これを見てる。うわ、生クリームそんな入れるんだ。チーズめっちゃ美味しい。おい、食べるな、チーズ。うん、うわ、すっごいいい匂いしてきた。もうずっとめっちゃいい匂いする、ね、白ワインが効いてるかも。すっごいいい匂いする。パン出来上がりましたよ。あとはチーズフォンデュで一番大事なのがビールじゃなくて、あー、それ4本あんの。これは人数分、うん、人数分ありますよ。永遠とかき混ぜてます。こう見てるとなんか日本のとろろを作ってるみたい。これがドイツ人だからチーズフォンデュだけど、日本人だったらとろろだね。うわ、すっごい匂いする。胡椒も入れてますね。うん、そう。ビール取りに行っていいよ。私も好きなやつを取って。ではでは、地下にビールを取りに行きます。じゃあお兄ちゃんのクリスマスプレゼントでもらったヘレス、これにします。はい。私はエアディンガピカントス。めっちゃ 7.何%のビール。7.3%。美味しいよ。はい。今日のお供のビール、レナと俺です。出来上がりました、チーズフォンデュでございます。うん、なんかマグマみたいになってる。美味しそう。絶対にこの下にこうカリカリになってるかもしれない、ね、雑炊作る最後ご飯で。やだ、カリカリのチーズをそのままで食べるのが一番美味しいよ。はい、ではレナさんの白ビールを入れたいと思います。今回はできるかな。できると思いますよ、もうさすがに。こうしてこうだね。でもまっすぐまっすぐでしょ、まっすぐでしょ。パッション？パッション？合ってる？うん、合ってるらしいよ。でもこれあとはさ、泡にして、シェイキング。あー、タカイスプロフィー。じゃあ、狭いやつくらい。あら、ちょっと足りない。あー、いいんじゃない。まだだいぶ入ってるよ。まだたくさん入ってるよ。いや、そんな感じじゃないでしょ。ちょっとプロっぽくない。あ、いいんじゃない。あー、いいね。おい、はい、完璧ですね。Perfect。 うん、はい、ポーズ。乾杯。乾杯。乾杯。おー、うまい。うん、なに、泡だらけ。白ビールはそういうもんだよ。上の泡を楽しむという。ピカントス。ピカントス。ピカントス。アバノシャオム。いや、アバノシャオム。うん。だから。これは白ビールなんだけど、色がね、黒っぽいっていうね。はぁ、レカ。ママの若漏れ。若漏れ。Your bread. うん、そう。え？なくしたらペナルティがあるって？トイレ掃除。厳しい、ね。なくす人は明日トイレ掃除。トイレでポッツ。Clean the toilet. Second? Second, you get beaten on your feet. Oh, ひどい。And third, you will be Yeah, drowned in the Isar. Drowned.
厳しいね、ドイツ人。絶対に熱いよ。絶対に熱いよ。絶対に熱いよ。これだ。美味しいですか？これの美味しい、すっごいクリーミー。で、チーズフォンデュ飽きたら、こう、これをディップして。ワカモレ？美味しい。すごいですね、社長。何が？飲みっぷりですね、ビールの。ああ、そうだね。白ビールだけど、黒っぽい味がするから飲めるってことね。いや、でも私なんか最近、ワイスピアとかにも慣れたというか、好きになって、ようやくドイツ人っぽくなってきた、うん、今まで日本人っぽかったけど、うん、これも本当にね、バイスビール、白ビールなんだけど、白ビール特有の甘さがあんまない、黒ビールっぽい。うん、これでトンプですね。日本で食べるチーズフォンデュよりワインの味がだいぶ強い。うん、だから子供はこれ食べれないかもね、ちょっとワインが強すぎて。まあでも私も子供の時にこれを食べたよ。おお、パパ、この、うん、あ、落とした、うん、はい、パパ、トイレ掃除。違う、これ落としちゃった。あ、違う、おこげ、うんうんうん、出しや、うん、さ、はい、落とした、トイレ掃除な、そういうことじゃないよ。でもこのワインの味の強さ、白ワインがすごい強いから美味しさがあると思う、うん、あ、すごい。追加のブレッド、これどんだけでも食べれそうな気がする。夜酔っ払うかもしれない、まあまあなワイン入ってていや、全部飛んでると思うよ。ああ、飛んでるかな、アルコール分。こう石みたいにお腹にこうドーンってくるよ夜の中ベロベロになったら面白いねうーん、超美味しい。これなんかなくなってるよ、タカ。いや、それはね、時間が経てばこう蒸発してるからタカの口に蒸発しためHat sein eigenes Bier hier? Er hat mein Picantus getrunken. 大丈夫大丈夫、地下にいっぱいビールあるからね。もうみんな食べ終わったけど、レナ社長だけ一人でパク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 食べてるよ。止まりませんよ、レナ。全部終わりまして、もうパパもママも俺も食べ終わったよ。おいしい。これ最後だよ、今パパに切ってもらってるよ。え、本当だ、パパ切ってる。パンまだ食べれますか？やばしゃいにかいしたいのしゃい。これですね、8つ。うん、はい、新しいパケット来ました。この家族信じられませんデザートの話してます。今私だけじゃないよ、なんでしょ。レナのママはレナと一緒でした。食べきりました見てこれ、はい、レナさんが全部食べました。アレスレア、アレスレア、いや、これも、はい、あれも全部なくなりました。ごちそうさまでした。あ、幸せ。この動画はここで終わりにします。この後デザートもありますけど、ね、デザートもあるかもしれないけどまあ今のところはいらないけど、うん、パパありがとう、美味しかった。パパダンケシュン。この動画が楽しかったな、私酔っ払ったかもしれないこの動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバイ。